ゆズるワ神社は、兵庫県神戸市東灘区三影郡家にある神社である。旧社格は孫社。ゆズるワ神社の八タガラス熊野三山に祀られる神で、ある伊ナミ野村、古都会の男命、早玉の男命を祭り、根本熊野三初代人と総称する。アマテラス子、大海か、ススケダン村を廃止する。八タガラスをシンボルとする。 神宮皇后の三冠征伐からの木と、押熊王が挙兵したことを知り、この地で弓や甲冑を治めて、熊野大臣に戦勝を祈願した。弓や甲冑を治めたということから、当社背後の山を、譲るは竹、向山と呼ぶようになった。延暦年間に譲るはの森が、診療地と定められ、過少2年、社殿を造営し遷座した。平安中期以降は、 熊野信仰の流星に伴い数形を集めた。17世紀には、名田地方で、酒造家の創業が、相次ぎ、造酒、海鮮業のうじ子を集め繁栄した。日本酒の名産地である灘伊里にあり、うじ子には、造酒メーカーも多い。新年に、菊間サムネ、白鶴、ケンビの奉納した樽酒が振る舞われるほか、メーカーの醸造祈願祭も行われる。 東長区の被害は甚大で建物の全壊は1万1171棟に上ったが、譲るワ神社でも社務所、長寿社、絵馬堂が全壊したほか、鳥居の笠木が落下した。宇じ子も多数が死傷し、神社山道の入り口には、慰霊碑が建てられている。1995年11月には、神戸ルーツと題する、パブリックアートが現代美術家やギマリオの提唱で、制作された。 全国から集められた1万着の古着を束ねて縄にするというもので、延べ500人の市民が参加し、拝殿の正面に直径1メートル、高さ8メートルの縄が垂直に建てられた。この大縄は、震災から1年が経った1996年1月17日に行われた震災復興祈願祭の際に、鎮魂の送り火として、 拝殿の正面に垂直に立てられたまま燃やされた。境内にあるサッカーボールのオブジェ前述のように、譲る和神社はヤタガラスをシンボルとしているが、日本サッカー協会も同じヤタガラスをシンボルとしていること、また日本初のサッカーチームが近隣の三影市販学校で編成されたという遅延もあり、境内に三影石製のサッカーボールが設置されている。 神戸を本拠地とする女子サッカークラブのイナック神戸、レオネッサがシーズンイン前に必勝祈願を行うことでも知られる。また、名前に弓がつくことから弓道家やバイオリンの愛好家も訪れる。フィギュアスケート選手の羽生譲がファンからのお守りで自身と名前の似た当社の存在を知って2011年7月に参拝したこともあり。 とりわけソチオリンピックでのハブの活躍を祈願してのエマが多数かけられ、金メダルを獲得した直後には参拝者が20倍になったという。そのこともあり、年々、波ユズルを応援する参拝者が増加し、ハブファンの聖地と呼ばれるようになっており、神社に奉納されるエマの7割近くがハブを応援し、必勝祈願をするものであるという。ありがとうございます。